どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今ですね、羽田空港は第3ターミナルにやってきております。今日からコロナ明け初のタイに行ってきます。最後に行ったのがね、2019年の7月なんですよね。だからもう約ね4年ぶりですね。で、今回滞在がね、バンコクメインで、あとタイのリゾートで王道のパタヤでしょ、でそれからねプーケット島で、今回ね飛行機代めちゃくちゃ高騰してます。前自分が行ってた時はタイ航空で往復でね6、7万ぐらいだったんですよ。で安い時だとね5万円台で行けてました。今ね12万から15万ぐらいなんですよ。でアナとかジャルだとね20万超えてます。で今回自分アナで行くんですけど、主要のクレジットカードがマリオットボンボイアメックスカードっていうのを使ってて、でそのポイントをマイルに変えて、で今回飛行機取りました。あと他にねマイルでは買えないものがあるんですよ、まあ、諸費用的なもの、それがねだいたい4万円ぐらいでしたね。だから今回金額としては自分は4万円ですね。あとマイルでタイに行く感じです。iPhone と Apple Watch 連動してて、ウォレットでねもうこれチケットを出せるんですよ。これねめちゃくちゃ便利。タップするとこうやって QR 出るんで、これがチケットになります。羽田空港国際線に郵便ポストあるの便利なんですよね。海外だとね、あら長く日本にいないと思うんで、郵便物ここで出しとくと便利です。はい、ということでタイのスワンナプーム国際空港到着しました。このなんて言うんだろうね、独特なね匂い雰囲気、やっとタイに来たぞっていう、まあ、そんなあの匂いですどんな匂いだっていうね。でまず空港ついてやりたいのが、まあ、両替と Wi-Fi ですね、 SIM ですね。ここねいろんな会社の SIM があるから、まあ、どこがお得なのかっていうのもねわかんないですけど、まあでもここがなんかナンバーワンって書いてあるからここにしようかな。今回はね10日ぐらいいるから、これ日本円にすると3000円しないぐらい、2500円とかそれぐらいかな。ということで SIM 買いました。なんかアメックス使えなくてマスターカードで決済できましたね。で次は両替かな。いや久々スワンナプーム国際空港来たけど、やっぱここはね広い。でタイに来たらねこのアプリおすすめ、バンコクメトロというアプリで無料で使えるんですけど、タイの鉄道の検索がこのアプリで全部できちゃいます。でこれのすごいいいところはオフラインでも使えるんですよ。スワンナプームを押したらナビゲーションを押して、で目的地の駅をタップするんですけど、目的がホアランポン駅、ここだね。これをタップするとこういう風に画面が勝手にスクロールして、こんな感じでね、でこの下にかかる時間とか、あとどこで乗り換えするかとか全部案内出るんで、このアプリはすごい便利。自分みたいに MacBook Pro とかこのカメラね、これをバッグに入れてるから売却いいんだけど、なんか事故とかね起きた時に電子機器が全部壊れちゃったら、もう俺どうすることもできなくなっちゃうというか、だからなるべくねやっぱ鉄道を使いたいなと。ここで切符買えるんですけど、先に両替したいんで、ここが両替所が3つあるね。今1バーツがね 4.25 円ですね。ちょっとあれですね、かなり高いですね。だいぶ変わっちゃいましたね。これちなみに3箇所ともね全部一緒なんで、もうどこでもいいと思います。一応今2万円だけ4660バーツ。前タイに来た時はね1万円でね2800とか2900だったかな。で2万円でこれ4600だから、だいぶ上がってますね。で切符買いたいんですけど、目的地の駅がマッカさんという駅なんですよ。今ここが空港でしょ。でマッカさんがこれか、はい、35番です。
やなんかこれ見るとタイに来たなって感じするわ。このバイクのさ、わかる？縫うようにして渋滞のね、網の中をね、ヘルメットはしてる人としてない人がいると。これがタイ。ちなみにゴールドカレーのお店がありますね。これは確か日本にもあるよね。で、大食いチャレンジメニューとかあるわ。2キロから10キロまで、全部日本語で書いてあるね。金額が M サイズで240バーツ。で、タイの鉄道はドリアン持ち込み禁止です。いくらドリアンが大好きな国でも匂いがね NG と。で、今 MRT のペチャブリ駅に着きました。ここでもね切符変えて、でただ自分前タイに来た時に MRT のね IC カードを持ってるんですよ。まあ残高がちょっといくら入ってるか分かんないけど。で、あともう一枚ねラビットカードも持ってます。これは BTS っていう電車もあって、そっちで使える IC カードだったかな。まあ今回パタヤとかプーケットとかも行くんで、そんな頻繁には乗らないんだけど、中にね70バーツ入ってました。100バーツチャージして今170バーツ。なんかね300足したんだけど100しかダメって言われました。あとパスポートの提示が必要ですね。クアランポン駅に到着しました。今晩泊まるホテルがシークルンホテルっていうここなんですよ。ここはあのタイのジャーナリストのエンディに教えてもらって、明日エンディとはね合流するんですけど、リーズナブルで朝食も無料でついてて、で結構古いホテルなんだけど、まあ、清掃が行き届いてると。ちなみに前に見えるのがバンコク駅ですね。昔はここがバンコクの中心の駅とされていたみたいで、今はこれは営業してないじゃなかったかな。ちょっと詳しい情報は定かじゃないんですが、ライトアップされててなんかちょっとこう綺麗な感じですけどね。でここ渡りたいんだけど、これは信号ないんだよな。あそこにあるのは違うやつだから、これどうやって渡らいいの。ホテルの前川があるんだけど、すげえ綺麗だな。なんかライトアップされてていいですねこれ。ホテルの人が運んでくれてるんだけど、これはあれかな、例のあれをあげなきゃダメなのかな。さっき急遽予約した部屋だけど、ここしか空いてなかったんで、わめちゃくちゃいいな。でエアコンつけて、あ全部やってくれるな。テレビもでかいな。多分見ないけど、てっきりあのチップあげなきゃダメかなと思って用意してたんだけど、なんか何も言わずに行っちゃいましたね。まあ一人なんですけどね、ちょっとツインの部屋になっちゃいましたけど、かなりね天井も高くて開放感ありますね。めちゃくちゃいいぞ。あと冷蔵庫でかいなこれ。多分 4,5 人ぐらい使えるでかさだよこれ。洗面所とかこの辺ですね。トイレにシャワー、全然いいですね。あと嬉しいのが水があります。安いホテルなんだけど水がついてんの嬉しいな。ドライヤーはちょっとどこのメーカーかわかんないけど。で、あとこれ椅子ですよ。ほらどっかの集会所で使うような椅子だよこれ。ちなみにここのホテルの Wi-Fi が結構遅いです。で、この周りがチャイナタウンなんかも近くにあるし、あとちょこちょこレストラン屋台なんかもあるんですけど、でチェックインする1時間半ぐらい前にアゴダで予約して、まあ、4000円ちょっとだったんで、でこの部屋の平米数をとか考えたら、まあ、結構お得なんだけど、やっぱでも Wi-Fi がちょっと使えないかなっていう感じですね。少なめにしました。いや、あの無料にしてはね結構汁多いですね。この後エンディと合流してガパオのデカ盛りの店に行くんですよ。デカ盛りの店が不安です。ここのホテルのスクランブルエッグは結構バター効いてるね。太るね。気持ち少なめがいいかなこれは。食後にパンとコーヒーです。シークルンホテルのコーヒー、クロワッサンどうなんでしょうか。まあ、こういう表現していかれたけど、まあ、普通に美味しい。うおっていうことじゃないです。あ、クロワッサン美味しい。バターの効き具合がなんかちょうどいいな。
で今チェックアウト終わりまして、エンディがねこのロビーにいるんですか。いたちょっと待ってください。ようこそタイランド。エンディ怪しくないですか、格好が。全身真っ黒じゃないですか。こっちは今バンコクはもう暑いです ね朝方25度。うそうですね、日中だと最高気温で高いと30。そうですよね、ちなみに自分これですからね今日クロックスですから。でここがガパオのデカ盛り店。ちょっと店の名前がねわからないです。正式名称がこの人が多分オーナーさんだと思います。いろんなガパオがある。あ、いろんなガパオがあるんですね。これがスタンダードガパオ、これはエビが、あ、イカ。5キロのガパオ、これ20分以内に完食すれば無料じゃん。あ、無料になるんですか。ちなみにあの普通の料理はこんな感じです。フライドライスがチャーハン、これはパッタイっぽいですね。あとこれどんだけ辛いのかっていうのもありますけどね。辛さの調整、あ、辛さ調整あるんですね。辛さレベルが上がることで金額とかも上がってくるんですね。ちなみにあの今厨房が洗浄化してますね。もうめちゃくちゃ鍋振ってます。でウーバーとか注文が多いですね。ちなみに5キロのガパオのご飯がこれだそうです。お皿すごい、これ伝わるかな、めちゃくちゃでかいです。でガパオでは欠かせない目玉焼きもどんどん焼かれております。でガパオの具が、まあ、向こうで作られてるんですけど、ここで盛り付けしていく感じですかね。オーナーさんが来ました。こっから今盛り付けが始まってます。オーナー自らうーわーすごっ。牛肉のガパオで、これがシーフードで、これが鳥で、こっちが豚で、あとガパオって葉っぱのことですからね。これいっぱい葉っぱが入ってるんですけど、これがちゃんと入ってるのがガパオと。テイクアウト OK、 フリーレオコーハードイバーボン。え、これ20分以内に完食したら、うん、無料になって500円のクーポンももらえる、うん、500バーツの、あ、500、あ、500円じゃない、500バーツ2人の場合30分、うん、お3人は20分。まあ、ただ容量が30分。スタート、じゃあ行きましょう。そしてまたオーナーさん仕事に戻ってます。やっぱトップがこれだとすごいですね。ここで働いてる人もね見本を見せてますよ、社長自ら。じゃあいただきます。いただきます。ちょっと自分じゃあ牛からいっちゃいますね。あ、これ結構ニンニク入ってんな。どうすか、すごい美味しい。ニンニク分かりますかね、ゴロゴロ入ってるよ。おお、めちゃくちゃうまいじゃないですか。あ、結構辛みきますね。おお、うわ、これはうまいな。タイ料理久々だから辛さ耐性ができてないかもしれないです。あ、結構辛いな。でもうまい、牛肉のうまみ、あと調味料も、まあ、ちょっと味濃いめですね。なんか若者向けかな。うん、エンディ早いな。ごめん、全部食べちゃった。いや、全然いいですけど。あとこれ目玉焼きもどのタイミングで食べるかっていうのも大事ですよね。辛い、久々にタイの洗礼を浴びてるな。唐辛子がかなりこれ辛くて。ちなみにあのタイ面白いのが、こっちはあのウーバーもあるんだけど、ラインマンっていうのがあって、県内で椅子に座ってラインマンの人たち料理待ってるんですよ。日本だとね外で待ってる人たちが多いと思うんだけど、こっちはね県内で座って待ってます。ちょっと伝わりますか。そろそろ耐えようか。ごめん、いっぱい食べちゃったよ。あ、全然、いやいや全然です。豚はこんな感じ。お、
豚すごいうまい。表面カリカリですね。蒙古タンメン中本の北極より辛いですね。エンディングあさっての方見てます。やっぱ辛いですよね。辛いの水飲んだ後の軽減が終わった後のまた辛さがグワッてくるんですよ。大食い YouTuber 大変だね。これ大食い YouTuber の人は5キロだから食べ完食できると思うんですけど、辛いの苦手な人は厳しいかもしれないですね。水美味しい。今気づいたんだけど、水もパッケージオーナーさんだね。ここで目玉焼きを投入です。これでちょっと辛さを。目玉焼き終わるとちょっとやっぱりまろやかになりますね。シーフードが一番辛い。唐辛子の量が見て違うし。今もう自分テイクアウトをどういう風に包んでもらおうかなって考えてますからね。ということで、まあ分かってますよね、あの完食はできませんでしたので包んでもらいました。まあ2人で半分いかないぐらいかな。まあ食べたんですけどね、持ち帰りが OK なんでチャレンジしてみてもいいのかなと。今度ここに泊まります。なんか情報によると最近若者に人気のホテルらしいです。この向かい側がすっげえローカルなんですよ。この対比違いが面白くないですか。でまたこれ入り口もすごいな、ディズニーみたいだな。あとトゥクトゥクもシマウマカラーでかわいいな。サーリカサーリカ。チェックインが今終わりまして、今晩泊まる部屋が406。ロビーがこんな感じですよ。すごくない。この椅子もウルトラマンの怪獣みたいな。天井もこんな感じで、あの階段のところもさ、ピンクのなんかライトアップされてて、味が結構ありますね。バニラ。オープンカップ。オープンカップ。ありがとう。ちゃんと塩が効いてますね。バニラの甘みがより楽しめて、さっき激辛カパを食べたからちょうどいいですね。で今回泊まる部屋こちらです。まあこんな感じの部屋でございます。この形状の電話久々に見たな。ここなんかちょっとした座る場所があるんですよね。でバスルームがこれ見てください。もう真っピンクです。今のねバンコクを知りたい、人気なものを知りたいということもあるんで今回ね。まあ、こういう感じの部屋でございます。ライティングもね色変えられたりするんですよね。でこの洗面台とかのこれ初めて見ましたよ、こういうの。で真っピンクのお手洗いで、ちゃんとお尻を洗うのもこれ真っ黒だね。でバスルームも真っピンクでございます。シャワーも面白い形状してます。あと天井ね。でアメニティあります。でこの辺は有料かな。ここのホテルにある場所がクロントイというバンコクの最大のスラム街のエリアなんですよ。でバンコクで一番大きいスラム街どこですかって聞かれたら、ここのエリア、このクロントイというエリアで、このエリアにめちゃくちゃおしゃれでクリエイティブなこのホテルですかがドカーンと立ってやってるわけですよ。ここにすごいギャップだなと思いますね。で最近タイ・バンコクの若者にもなんか人気になってきてるホテルだということで、まあ、今のバンコクを知るという今回自分の目的でもあるので、ちょっとコロナ明け来てるから、まあ、今日もここ一泊 で明日もまたバンコクで違うホテル一泊泊まるんですけど、今回はね毎日チェックイン毎日チェックアウトですね。旅行者からしたら一番めんどくさいというか、毎回毎回荷物運ばなきゃいけないっていうね。ホテルのマッサージがありまして、まあ、やっぱりタイに来てねまだマッサージやってないんで、ちょっとね軽く受けてみようかなと思います。60分で1400バーツだから4000円ぐらいなのかな。あーこれは気持ちいい。これ足むくんでんな。あー、oh, sorry. いやいや痛いの大好きなんで。で屋上やってきました。ルーフトップバー、16時から19時まで宿泊者の方はなんか飲み放題なのかな。景色こんな感じですね。ちょっとこうスラム街みたいになってて、
でこのエリアに今回のこの派手派手しいホテルができたっていうのが、まあ、かなり斬新というか、この円状のカウンターの上、結構これおしゃれじゃないですか。お店の方がね、勢い出ちゃってなんかどんどんボトルを置いてくんです。タイのお酒美味しいよって言ったら全然見たことないですもん、ね、まだこれね、輸入する人決まってないんですよ。なんか面白いものないかな、タイからインポートするのっていう人にはすごい、あ、そうか、エンディはタイのお酒とかも食材も含めて日本に卸してるんですもんね。実はエンディそういうこともやってるんですよ。でもこれはまだ誰も手をつけてないからチャンス。なるほど、これ酒好きは全部なんか飲み比べしたい、ね、ちなみにこのホテル夜になるとなんか入り口がこうやってライトアップされてね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。エンディとちょっと一旦分かれまして、ホテルからエカマイエリアにやってきました。ここはゲートウェイエカマイという場所で、日本のねお店が結構入ってて、今回洗顔とかね持ってこなかったんでね、ちょっとここで買い物したいと思います。カレーショップがありますね。これは初めて見ました。タイでワールドフュージョンフード、いろんな国の食材が混ざってってことで、こうやって日本の外食チェーン店なんかも中に入ってますね。ダンキンドーナツあるわ、懐かしい。あと店屋なんかもありますね。味はでも一緒なのかな、日本と。レギュラーで170バーツ、日本円で600、700円ぐらいかな。スキヤの牛丼89バーツ、でなぜかラーメンが売ってるという。あ、ツルハドラッグありましたね。これタイにもあるんですね。あと隣にねナギ屋があるんですよ。これあの代々木にもあるんですよね、お店が。ツルハドラッグに長崎カステラ売ってるんだけど、これが日本円だったらいいのにな日本で有名なメンズビオレとかヤツビとかね、こういうのしかないかな。この辺にしよっか、安いし。ちょっと初めてなんですけど、マンゴーマニアのねこのココナッツクリームが乗ってるやつにしました。これちょっと飲んでみようかな。うまいじゃないか。マンゴーマニア、これチェーン店なんですかね、タイでは。マンゴーのフローズンで果肉ゴロゴロ入ってて、甘さはね控えめかな。でもマンゴーの甘さしっかりあって、ココナッツがね結構甘いんだけど、全然くどい甘さじゃなくて、量が多いわ。これの半分で70バーツとかで売ってほしいですね。ちょっとこれは一人で飲むのは結構大変かも。このエカマ駅の近くにパッタイのね屋台があるんですよ。あ、お店あったあった、ここだ。これ面白いのが、ここにセブンイレブンあるんですよ。コンビニの前にこれ屋台やってるってすごくないですか。ということでパッタイやってきました。45バーツでございました。で今食べてる場所が、こんな感じです。いただきます。どうも、はい、うめえ。めっちゃ俺好みの味。いやちょっと待って、これめちゃくちゃうめえぞ。これなんか素材のうまみで、麺もなんかすげえもちもちでね。パッタイってこういうのついてるんだけど、味変でね、これつけなくても全然もうこれ完成されてますよ。でちょっと辛み付け加えたかったら、調味料があるんで、結構これ辛いんでね、少なめにして。おで店によってはね、刻んだたくあんなんかも入ってるところもあるんだけど、ここはたくあんらしきものは入ってないですね。あとこのお店さっきからねやっぱ並んでるんですよね。注文多くてね、人気なんでしょうね。あのスマホいじってる人たちみんなパッタイ待ちですからね。第3日目の朝、朝食でございます。
他のホテルの朝食はオーダーして作って持ってきてもらうやつですね。朝食だけだと500バーツ日本円で2000円ぐらいですけど、2000円の朝食って強気というか、でもどのホテルも出てそうなんですよね、うん、今バンコクは、うん、あかなり上がってますね。今回、宿泊朝食込みで2500バーツぐらいです。2500ちょいですよね。で朝食だけだと500バーツですよね、うん、結構朝食高いですね。オレンジジュースはめちゃくちゃうまいですね。わ、めっちゃ濃厚ですね。やっぱ高い分クオリティいいんじゃないですか。ちょっともう期待値上がってますよ。あ、来た。朝食セットをやってきました。自分が選んだのはこんな感じ。エンディはこちら、エッグベネディクトですね。あとはヨーグルトグラノーラ。メニューにアボカドってあったからどこかなと思ったらね、スクランブルエッグの下にねありました。さすがに朝食だけで500バーツ取ってる分はありますね。納得納得。最初実はあのうちら2人ちょっとなんだよって言ってました。おかわり自由じゃないし500バーツでしょみたいな、物価上がってるとはいえどうなのって言ってたけど納得しちゃってますね。ということで先ほどホテルチェックアウトしまして、で今日泊まるホテル先に荷物だけ置きたいなと。で今日泊まるホテルは相場が1万ちょっとバーツ、1万1000から1万2000バーツぐらい、だら日本円だと4万円ぐらい、まあ、ちょっと今日のホテルはかなり楽しみですね。男2人で男2人で